みやん店が。で、関わってないから店に忘れるんやと思うね。そのなんかやる気あるんからみたいな空気に感じてたね。休業要請的な、休業要請じゃないけど休業にしたりとか、みんなを休ませてるから、まあこれはだからそのみんなの責任だけでもないというか、まあ仕方がないことなのかなと思ったりはしたんやけど、でもまあそこはそのね、それで休みやから気持ちがなんていうの入りませんでしたではさ、関係ないや、ミックスミックス自体で、まあ、まあまあ働くチームはお給料は出されるわけだからさ、そこでその気持ちが入りませんでしたではさ、やっぱさ、それでいいんだっけみたいな、ミックスミックスってそれでいいんだっけみたいなになってしまうから、そこはみんなが意識的に頑張らなあかん、頑張るっていうのは努力せえとかじゃなくて、こう気持ちをこう上げとくっていう努力、上げとくっていう感覚で、そこは頑張らな人間って落ちるもんね。じーっとしてたら普通だから家で一人で誰にも会わず誰とも喋らずじっとしてたら、だいたいいらんこと考えんねん。でだん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 気持ちが落ちるねん、鬱になんねん。 そういうもん人間って。で私いつもさ、いやわし頑張るぞとか言ってるやん。それは意識的に前向きに自分を向かせるためにわざとさあ今日も頑張るぞとか口に出してさあ行くぞとかいうのは、まあ、まあツイッターで書いたりとか、まあ、動画でコメント取ったりとか文章書いたりして意識的に頑張らせてんねん自分で。それはほっといて自分もじーっとして何も誰とも喋らへんかったら、だいたいいらんこと考えてる、そのいらん、うん、そうやね、いらん人間のそのいらんことばっかり、まあ、腹立つなとか、こんななんでこんなこと言われなあかんねんとか思ってしまうけど、それを無理やり前に向けてるとこがあるのね。それは自分で努力してそうしてる。だって今休みやし、お金は入らへんし、出ていくばっかりやし、どうしようどうしようって言ってるやん、みんな周りの世の中の飲食店は。けど私はそんなこと言わへんやんか、よっしゃ、まあ、やるでやるでしか言わへん。それはわざとそうしてる。だからそのまだ大学生のみんなにそこまでね、言ったら本業じゃないからさ、このまあこの仕事がね、だからそこまで言うのは酷かもしれへんねんけど、それはそのまあ月一でもイベントをやっている以上、そこに気持ちをずっとじゃなくてもいいけど、やるべきことをやるテンションっていうかモチベーションは保ってほしい。なんかすごいこの1ヶ月なんかいいんだろうあれみたいな思ってたよね、ずっとあれと思って、なんかみんな動かへんなと思って。それはほんまに世の中の空気だったり、お仕事としてやってないとか店自体が動いてないから仕方ないかなと思いながら、でもそれはちょっと頑張ってみてほしい次から。ご視聴いただきありがとうございました。次回のミックスミックスは9月18日です。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。絶対楽しくしますんで、ぜひ皆さん見に来てください。待ってるぜ。バイバーイ。